コゾリンのデロリアン制作日記、イエーイ。さあ、今回は、6号とそして7号、これを一気に作っていきたいと思います。こちらです。それでは制作スタート。それでは本日は6号と7号、こちらをですね、一気に作っていきたいと思います。はい、こちら6号はですね、前回の5号と基本的には一緒ですね。今度は右のフロントサスペンションとディスクブレーキですね。こちらは前号と基本的には一緒ですので、作る過程に関してはちょっと割愛しようかなと思います。それでは、まずはちょっとザクッと作ってしまいましょう。はい、というわけであっという間に完成しました。基本的には前回と全く形一緒ですね。まあ反対ですけども。こんな感じです。もちろん開いて閉じますね。はい。では、続けて第7号の方、こちらを作っていきたいと思います。7号の内容はこんな感じですね。今回はステアリングロッドというものを組み立てていきます。それでは開封していきましょう。はい、このパーツ、これは後ほど使うので今回は使用しません。では行ってみましょう。まずはこのステアリングロッド、今日はね、こんな感じですね。とっても簡単でした。ステアリングロッド、これを組み立てました。はい、今回はこちらの右フロントサスペンションとディスクブレーキ、そしてステアリングロッド、こちらの2点を作りました。それでは次回もご期待ください。コゾリンでした。ゾリゾリ。